どうも皆さんこんにちは、着橋です。本日はですねリクエスト動画ということで、私のねコミュニティ欄でね今おすすめさせているポイントサイトの案件である、こちらの案件ですね、マネーパートナーズ特別 URL で今1万500円分のね案件が出ているんですよね。この動画のね出す、昨日まではですねこちらね11600円ということで、もうちょっと高かったんですけども、残念ながらですねちょっとね値段下がってしまったんですけども、まあね、今回この FX 案件をですね、実際のやり方ね、実際の画面で、紹介ねしていきたいななんていうふうに思いますので、利用されたい方はですねぜひね、こちらの動画参考にしていただければなと思います。今回のね FX の案件なんですけども、この FX のねポイントサイトの案件っていうのは、まあ大体ね取引で手数料がねかかりますということで、まあいくらぐらいのね想定リスクを見込んで、まあそれでも黒字部分がね多いのであればですね、まあ利用していただくのがねまあいいのかななんていうふうに思うんですけども、今回ねこのマネーパートナーズ案件ね何がおすすめなのかというと、 FX 案件にしてはまあまあまあぐらいのね獲得できるねポイントなんですけども、今回ねこのマネーパートナーズっていうのは今ねキャンペーンをやっておりまして、取引のね手数料ありますよね、こちらかからないんですよね。ですので今回この案件は新規ね口座開設していただいて、60日以内にですね10万通貨以上ね取引していただく必要はあるんですけども、まあ手数料かかりませんので、まあ利用していただければですね、実際に利用していただければ0円でねこの1万500円分はね取れるっていう風になりますので、かなりねおすすめっていった形になるんですよね。で先ほども言いました通り、昨日まで11600円だったので今ね1万500円分まで下がってしまったんですよね。で今回このポイントインカムだと今ね1万500円でポイントサイトの中でね今トップなんですけども、こちらね今ハピタスでも同じ案件がありますので、まあこちらねマリオットポイントのねポイントにはハピタスしか交換できないので、まあちょっと1000円ぐらいね下がってしまうんですけども、まあどちらで利用するかはですね、まあお好みでいいのかななんていうふうに思うんですけども、無料でこのポイント数ね取れるっていうふうになりますし、またね取引自体もですね結構速攻終わりますので、かなりねおすすめっていった形になります。またね今ねこのマネーパートナーズっていうのは毎週ね取引していただくとデジタルギフトがもらえるねキャンペーンもやっておりますので、まあ31の割引券とかね、まあそういったものねもらえるっていう風になりますんで、まあこれもね一緒にゲットしていただければななんていう風に思いますので、まあ利用される方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではね内容に入っていきたいなと思うんですけども、こちらのね、ポイントインカムのこの案件ですね、一応特別 URL ねいただいておりますので、この URL は概要欄に載せておきますので、この URL をですねそのままタップして利用するのではなくてですね、一度コピーしていただいてブラウザとかねサファリとかにペーストしてねこちらの案件利用していただければなと思います。そうしていただければですねこの1万500円分ね獲得できるっていう風になっておりますので、これね普通のポイントサイト、ポイントインカムのポイント数だともうちょっとねポイントが低い状態で紹介されておりますんで、一応ね特別 URL でいただいておりますんで、コピペすることはですね覚えておいていただければなと思います。でこちらねクリックしていただくと、マネーパートナーズのね公式サイトに飛びますので、まあ、そこからね口座開設していただければなと思います。まあこの部分はね割愛させていただきますけども、まあ口座開設なんでそんなに難しくないのでね、スマホと、マイナンバーカードがあればね一瞬で終わるかななんていうふうに思いますので、でこのねマネーパートナーズはですね口座開設して開設完了もね非常に早いんですよね。一昨日ぐらいにですね奥さんにやっていただいたんですけども、まあ翌日の夜にはですね取引開始になっておりましたので、まあ非常に迅速にね利用できますし、まあ今までだとねこの FX 案件だとまあ大体ねはがきみたいなのが書き留めみたいなのが届いて、まあそこにパスワードが書いてあってみたいなねやり取りがあるんですけども、このマネーパートナーズに関してはそういったねやり取り等々もね必要なく利用することができるっていう風になりますんで、メールのやり取りだけでね利用できるので、この点もね結構ね楽でいいのではないのかなと思います。ではね口座開設をして、口座開設完了した後からですね紹介ねしていきたいなと思うんですけども、まずね実際の画面で、紹介していきたいと思うんですけども、
まずですね、ここにね、実際のね、携帯の画面出しておきますんで、参考にしていただければなと思うんですけれども、まずね、このマネーフォワードの公式アプリですね、マネパ FX ナノっていうのが、この左下の方にね、あると思うんですけれども、これをね、ダウンロードしてください。で、ダウンロードしていただいてですね、まずね、入金していただきますので、まずね、この右下のメニューからいけるのかな。はい、このクイック入金で、入金ね、してください。で、まあ、ここはね、利用できるね、銀行とかは限られてるんですけども、ここか、はい、三井住友銀行、楽天銀行、ペイペイ銀行、みずほ銀行、ゆうちょ、UFJ、SBI ネット銀行、ソニー銀行ということで、まあ、ここだけね、クイック入金でね、利用できますので、まあ、今回ね、ポイントサイトの案件は10万通貨っていう風になりますんで、まあ、今回ね、メキシコの通貨を使ってやりますんで、1万円だけ入金していただければね、OK っていう風になります。ではね、アプリに戻って、まあ、入金済んだということで、次にね、行きますけども、まずね、一番左のマーケットっていうのを押していただいて、このね、デジタルギフトがもらえるキャンペーンね、これね、エントリーが必要ですんで、ここをね、押していただいて、外部ブラウザ移動していただいて、ここでエントリーね、してください。申し込みはこちらのとこからですね。で、今週は31のギフト券、選べるペイ、まあ、来週ね、で、ミスタードーナツとかね、まあ、こういったものがね、これ3月ぐらいまで続くんですよね。これはね、ぜひ、無料でもらえますんでね、ぜひやってください。では、戻っていただいて、まあ、エントリーが済んだらこの画面に来てもらって、まず右下のメニューから設定ですね。で、一括決済機能、利用する、利用しないっていうのがあると思うんですけども、これね、利用するに変更しといてください。で、マーケットに戻っていただいて、メキシコの円ですね。これで、最初取引量がですね、今2万5000って書いてあると思うんですけども、最初デフォルトに、1万になってると思うんですよね。ですので、これをね、案件の時は、ポイントサイトの案件は10万通貨なんで、これはね、案件の時は2万5000に設定してください。もしね、デジタルギフトの時は、毎週やっていただくんですけども、それは100とかでもね、いいので、これはね、案件なんで2万5000にしてますけども、デジタルギフト毎週やるときは100にしてください。で、この2万5000の下の方にね、真ん中に 0.0 っていうのがあると思うんですよね。これを確認していただいて、買って売るをね、繰り返す感じですね。これがね、 0.5 とか 0.7 とかになってると、まあ、手数料かかってきてしまいますんで、この点はね、注意してください。ではやっていきましょう。では買う、で、決済、まあ、これで1回ですね。まあ、これを4回やっていただく感じ。まあ、非常に簡単だったと思うんですけども、まあ、素早くね、やっていただくようにしていただいて、今一番、これどっちだ？2248だから、こっちで上の方ですね。まあ、0円になってると思うんですけども、まあ、これね、お金かかってない取引っていう風になるんですよね。まあ、一応ね、為替の取引なんで、まあ、もしかしたらですね、25円とかね、50円とかね、もしかしたら、価格がババって動いてしまうとね、まあ、なってしまう可能性はゼロではないんですけども、まあ、私はね、昨日、4回ね、連続で繰り返したんですけども、まあ、普通にね、全くね、損せずに、利用することができたんで、多分大丈夫だと思うんですけども、ひとまずね、この買い取りの 0.0 っていうところはね、絶対確認してもらって、これが 0.5 とか 0.7 とかね、やってしまうと、手数料かかってきてしまいますんで、で、プラスにならないと売れないとかね、まあ、そういうストレスもかかってきてると思うんで、この 0.0 というところは確実にチェックしていただいて、買って売るですね、今の感じで、まあ、パパッとやっていただいて、まあ、これ2万5000なんで、これを4回ですね、買って売るを4回やっていただいて、まあ、案件自体はね、これで OK っていう風になりますんで、まあ、ほぼほぼね、0円で済むんじゃないかななんていう風に思うんですけども、ちょっとね、価格が一気にババッて動いてしまうと、もしかしたら、50円とかね、かかってくるかもしれないんですけども、まあ、この点はね、一応ご了承いただければなと思います。まあ、こういった感じで、まあ、これをね、4回繰り返していただければ、これでね、案件自体の、取引量っていうのは達成になりますんで、非常にね、簡単だと思いますんで、ぜひね、やってみていただければなと思います。ということで今回ですね、マネーパートナーズのポイントサイトの案件ね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね、私はポイントインカムの、まあ、特別いわゆるね、1万500円分、おすすめさせていただいておりますけども、このね、ハピタスの方は、9000、今いくらだったか、9600とかだったと思うんですけども、
9500ですね、ハピタスの方は。まあ、こちらね、お好みになるんですけども、もしね、ご家族でいろんな方がやりたい方は、ポイントインカムね、利用しといてください。ポイントインカムはね、複数世帯利用 OK なんですけども、ポイントサイトハピタスの方の案件はね、一応ね、同一世帯 NG になっておりますので、まあ、この点はね、複数人でやられる方はね、ポイントインカムでね、利用していただければなと思います。もしね、同世帯 NG でね、ポイント却下食らうとね、結構残念な気持ちになるかななんていうふうに思いますので、この点はね、注意してください。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too